広島に帰ってきました。寝落ち防止にちょっと配信してみた。そう、眠すぎてもうずっと眠いから今寝たら絶対夜眠れないなと思って寝落ち防止の配信です。こんにちは、ただいま。話かありがとう。こちらこそありがとう。また来てください。ただいま。あいたかさん、コウモリ、スプマンテさん、ひつぎ、カンオケ、うらべさん、ハート、サゴーゾさん、ハートとカッパイス、おたけさん、バラ、スプマンテさん、コウモリ、バラちゃん、ハート、さだなみさん、お断りです。マクールさん、コウモリ、ハルさん、カエデさん、ジュンナ、ユーナさん、コウモリありがとう。眠すぎる。なんか今日ポカポカしてるからさ、天気が超眠いです。シュンボウさん、大吉さん、ハート、サワッチョさん、コウモリ、カエデさん、イックン、カップアイス、ミュウちゃん、ハート、アルさん、カズノリさん、クックさん、フレーベさん、ゼータン、トールさん、アルテミスさん、猫は猫で猫さん、コウモリありがとう。マチャルさん、お断りです。カベさん、お化けありがとう。クロさん、お疲れ。ゼータ、カッパイスもありがとう。シェンさん、回復薬。とっちゃん、カッパイス。ヒロッチさん、お化け。エルさん、お菓子。コウジさん、コウモリ。マブローさん、ハート。ジンダイさん、お疲れ。土方歳三さん、釣り犬さん、カッパイスありがとう。ジンダイさん、コウモリありがとう。昼寝してました。わ、いいな、昼寝。昼寝いいね。さっきね、落ち着いてお昼ご飯食べたら眠くなってきて、結構家はもう睡魔にやられてます。ただいま。昼休みさん、ハートありがとう。昨日ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。会いに来てくれて、また機会があったらというか、機会を作れるように頑張るし、またなんか行きたいなと思った時に来てください。いつでも待ってます。ありがとう、嬉しかったです。あのね、来ようと思ってくれて嬉しかったです。とっても。ひりあすみさん、ハート、おかかごはんさん、コウモリ、ニッシーさん、ハートありがとう。曲作ってた、すごっ。曲、どんな曲作ってるの。昨日は楽しかったです。推しメンに怒られてないか。なんかね、ソラハさんが最近、ソラハのファンがパチャのとこにめっちゃ行くからやだみたいに言ってきたみんな怒られてるんだよ。みんなあそこは、こっちのパセのところは放牧中だけど、放牧しててパセリのとこに来れば OK っていうルールにしてるけど、もう向こうは浮気 NG だから。おだしさん、コウモリありがとう。これからも同盟継続でよろしく。こちらこそ、重すぎる同盟ね、よろしくね。負けるけど、そうだよ、みんな怒られちゃってるね。学校とかで怒られるならまだしもさ、大人になって怒られるってなんか不思議。ガードリさん、コウモリありがとう。こんにちは。めっちゃ眠すぎる。今日パセはノースリーブなんですよ。朝配信で言った通り、今日ノースリーブのワンピースだから上着を脱げない日なんです。寒くて絶対にミスった服選び。あとさ、毛玉のプロいますか。コメント欄に毛玉のプロはいらっしゃいますか。この上着めっちゃ気に入ってるのね。去年か一昨年かに買ったこの上着気に入ってるんですけど、
どこが気に入ってるかっていうと、裏起毛じゃなくてこう軽々着れるというか、レッスン行くときに着て暑くなったら脱げるみたいな、そういうところを気に入ってるんですけど、あとシンプルな作りと、なんか丈がちょっと長すぎず短すぎずみたいなとこ気に入ってるんですけど、あの毛玉がですね目立ち始めまして、やっぱこの服も2年ぐらい着てますので、毛玉がねどうしてもなんかちょっと気になってきちゃって、ご覧の通り。でも毛玉は理由に なんかおさらばするのもねと思って、まあでも服も毛玉はつくし、毛玉ってやっぱ服とお別れする時の一個のなんかその区切りみたいなとこあるかなって思ったから、今日帰りの新幹線でさ ZOZO タウンとか見たけど、なんか自分がこれだって思えるこういうブルゾンみたいなやつが見つからなくって、見つからんくってさ、だから毛玉を取ろうと思ってね、そう毛玉取り機ってあるじゃん、100均とかにもあるじゃん。で毛玉ブルゾン毛玉って検索したら、毛玉取り機を使いすぎて服に穴が開き始めたみたいな書いてる人がいたんですよ。えって服に穴が開くのって思ってちょっと怖くなったから、そういう時ってやっぱショールームで聞いた方が早いかなと思って聞いてみた聞いてみたんだ。はあ、めっちゃ揺れちゃった。どう思う？さすがに穴は開かないかな。強く当てたりすると穴開く。優しく優しくしたらいいかな。それかあの糸切りバサミでこう地道に毛玉をカットしたらトリミングしようかなとも思ったんですよ。もう困っちゃう。だってさここの生地はめっちゃ使えるもん、まだ使えるのに、この手と首周りのここだけなんですよ問題は。カミソリで、そうなの？カミソリで取れるの？ちょっとやってみようかな。やってみようかね。ほら見てください。嫌でしょ、みんなも推しメンが毛玉のついてる服とか。まあ別に毛玉ついててもいいかもだけどさ、写真とかでこうやって自撮りしてる時に気になるかなと思ってね。服切っちゃう、ありえるよね。ほんとそうなんだよね。私ってそういうとこなんか抜けてるんですよね。お疲れ様です。困ったな、どうしようかな。ミキヤくん、カッパエス、ニシさんお疲れ、コバカツさん、マコバヤさん、ハリーポッターメガネのヒゲおじさん、ハートありがとう、 JT さんもハートありがとう、ストーチのミニマロンさん、コウモリ、ハルユキさん、ペンライトありがとう。ねえ悩む、とりあえず試してみるか、試してみてやってみる。多分ねパセリさしょっちゅう洗濯するからよくないんだよね。こういう生地ってさそんなに洗濯しなくてもいいのかな。上着って上着すぐ洗濯しちゃうんだよね。柴さん、コウモリありがとう。毛玉ついてると彼女感ある、やばいやばい毛玉から感じる彼女感があるん？嘘やん、そんな彼女いいの、そんな彼女で。逆にまるさん、ハットありがとう。ベンジャンスイズマインさん、コウモリありがとう。ジョージョー着てる、彼女感あるんだって毛玉で面白い。心の困りごと相談室さん、カッパイスありがとう。ね、それだけ変えれたらいいよね、この部分だけ。でもこのなんかさ素材も可愛い。こういう靴あるじゃん、こういう素材のブーツでさ、ソックスブーツみたいなやつって結構最近履いてる人多いじゃないですか。で私もソックスブーツが欲しくて、でもこの毛玉の感じを見たら
ブーツも毛玉ができるんだろうなみたいな想像がつくじゃないですか。だから変えずにいる。去年からソックスブーツ気になってんだけどね、毛玉怖いなって思って。ご飯粒ついてるのも彼女感あり、やばい。どんな彼女をさ望んどるん、みんな。やばいね。こんにちは。チルタナグスプトラさん、誰もありがとう。合ってるか全然わかんない。たかしんさん、お化けありがとう。わん、結構毛だらけ、猫灰だらけ、なんだっけそれ。日本語で遊ぼの歌じゃない？結構毛だらけ、猫灰だらけ、なんとかかんとか、なんとかか、うんふんふんふん。驚き桃の木、山椒の木みたいなやつでしょそれ。あきもさん、コウモリありがとう。聞いたことあるぞ。こんにちは。毛玉育成ゲーム、毛玉育成しちゃう？流行るかな、スイカゲームみたいに。毛玉育成ゲーム結構気になるんだよね。じゃじゃーん、じゃ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 ん、じゃ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 ん、じゃじゃん、じゃじゃん。首がヨレヨレな服は嫁感。ちょっと疲れてるってこと？大事に服を着るってこと？幕張で、まだ今日も幕張にいるのか。幕張入りよって書いてるの見たけど。お話し会からの隣でジャムズさんのライブ。ジャムズさんってさ、アーナの好きなアイドルさんのあのグループ、アーナの推しメンのグループ。こんにちは皆さん。くたびれマニア、何くたびれマニアって初めて聞いた単語なんだけど、じゃあ私もくたびれとこうかな。どういうことしたらいいんですか、くたびれマニアからすると。くたびれマニアの観点からするとどういうのがポイント高いんでしょうか。そらそらかさん、カップアイスありがとう。 BD マーさん、カップアイス。王さん、ハト。テキサスのロンスターさん、コウモリありがとう。成田に行ってます。成田に行ってたの？飛行機、遠い目でため息。あー、なんか想像つくわ。もうなんかそれさ、人生に疲れてるじゃん、はあ、ってことでしょ。それ絶対にさ、頭の中で講座とかのこと考えてる。あー、今日の夕飯どうしようって。絶対そういうため息じゃん。卒業コンサート、卒業コンサート行きたいなーってさっきちょうど話してたんだよね、お友達と。私のお友達さ、みくりんさん好きなんですけど、みくりんさんが卒業したら推しメンがみんな卒業しちゃうらしくて、歴代の推しみんないなくなるらしくて、でその話から私もゆきりんさんの卒コン行きたいって話をさっきちょうどしてたけど、スケジュールわかんないから難しいねって話してた。大阪の社名会何着ようかな、楽しみですな。大阪も福岡も、そしてまた幕張もある。鴨志田さん、コウモリありがとう。ハートもありがとう。ダルマもありがとう。カジノフォンテンさん、お断りです。うっかりあんこさん、お断りです。行きたいな卒コン。
きたいですね。見に行きたい。今日なんかめっちゃ目がむくんでてさ、二重が消えたの、こっちの。今日は移動デーだったからもう超何もしてない、何もしてない素材のパセリでお送りしてます。パセリがいるじゃん、あ、友達、そう言ったんよ、私がいるじゃんって言ったら、なんかそれは違うじゃん、友達じゃんって言われた。アイドル、アイドルよりも先に友達になったじゃんっていう話でまとまりました。でも応援してくれてる、今年も多分生誕ティー買ってくれたと思います。毎年買ってくれてます。三つ編みね、昨日は三つ編みだったよ。安否の卒業公演ね、倍率高そうや。卒業公演ってさ、推しと会える最後というか、推しのアイドル姿を生で見れる最後だから、やっぱさ、今まで遠征とかをしなかった人とかも悔いないように申し込んだりするから、倍率めちゃめちゃ高くなっちゃうよね。しおりさん、だるまありがとう。こんにちは。あたれ、あー直し、あたれ。なんか前に大谷静香さんが投稿してたんですけど、まだツイッターだった時代の時に大谷静香さんが書いてたことがあって、なんか卒業公演とかって、あの最近会えてなかったファンの方も来るからいいみたいなことを書いとったんよ。それ前に、超前、1年ぐらい前にね、書いててさ、確かになーって。過去に1回でもそうやって会いに来たりとか応援してたよって人はね、アイドル側からは会いに行けないからさ、こっちはもう来てもらわないと会えないから、そういうとこで再会してお別れが言えるといいよなーって思ってね、ずーっと残ってる頭に。それ覚えてる？ね、なんかさ、アイドル側のそういう気持ちもさ、私は立場的にもさ、そう分かるしさ、ファン側の気持ちも分かるから、すごいなんかこう心に残ってるんですよね。うん、同窓会みたいなね、そういうのいいなと思ったね。そうだよ、芸能界辞めちゃうメンバーとか特に会えないから。和友さん、お断りです。やばい、お断りしそびれるとこだった。危ね危ね、結婚しちゃうとこだった。でもさ、でもね、芸能界しないって言って帰ってくる人もいるからねそれもそれで嬉しかったりするよね、ファンからしたら。もう会えないと思ったけど元気な姿見れるだけ嬉しいっていうのもあるしね。え、そう、昨日のユミリンさんのセレモニーでも思った。きっとあの最近来れてなかったって人も最後だからっていうので会いに来たりしてるんだろうなとか、あとはね、ファセリレーンにユミリンさんのエネルギーチャージ完了の T シャツ着てる方が結構いたから、聞いたら最後だから会いに行くから、そのためにこれを買いましたって人がいたので、やっぱりユミリンさんとかのレベルの人になると、そのさ、ユミリンさん推しじゃなくても STU が好きだったら、やっぱでどのシングルでもユミリンさんの顔をさ、イベントとかで見る機会もあったしさ、そういう人もお別れに行くんだなと思って。とそれぞれ思い出があるんやなと思ってしんみりしたね。さゆっちゃさん、お菓子ありがとう。ゆうちゃん、ピエロありがとう。もりもりさん、ハートありがとう。だるまもありがとう。
コウさん、コウモリ、カジノフォンテさん、お菓子ありがとう。こんにちは。ソラハと初対面してソラハから来世結婚しようねって言われた。ソラハさん、来世さ、人間とは限らんけどいいんですか？いいんですか？ソラハさんが来世なんかすごい虫とかでもいいんですか？丸なりさん、コウモリありがとう。さすがにダメですか？みんなもさ、パセリがお断りって言ったら来世とか言うけど、来世パセリが虫でもいいんですか？それでも許されるんですか？ダメですか？ホイホイさん、お菓子ありがとう。同じ人生歩めるなら、あ、じゃあゴキブリ同士とかならってこと？ゴキブリ同士ならいいよってこと？あ、お互い様ってこと？ね、そもそも来世になったら記憶がなさそうだ。テキサスのロンスターさん、カップアイスありがとう。のべちゃん、お菓子ありがとう。リアスティさん、お菓子ありがとう。いいよね、ハロウィンってお菓子もらえるから。豊中のヒロさん、ハートありがとう。全然目覚めない、どんどん眠たくなってる。なんか天気がいいと眠たくなっちゃう。でも雨はちょっと体調と気分が落ちるから、天気がこのポカポカしてる方が嬉しいけど、眠たくなっちゃうこの時間ダメです。バーベキューしたの？めっちゃ満喫してるやん、休日を。ガモーさん、コウモリありがとう。いいな。ミツさん、コウモリ。アダムダンさん、アイスありがとう。大五郎さん、バラありがとう。ありがとう。日の入りまで1時間ぐらい。今寝落ちしたらもう終わるじゃん。絶対にさあ後悔するやつだよね。いや、運転とかわかる。この時間の運転ね、危険だよね。夕日も眩しいし。30キロ走った、やば。30キロも走ったんですか？もうそれ疲れちゃう、絶対。お疲れ様、筋肉痛ですって。そりゃそうだ、偉すぎだ。電車で寝落ち仕掛けた、危険すぎる。電車危なすぎる。プリプリのエビさん、お菓子ありがとう。プリプリのエビ、あ、いいな。プリプリのエビが入った何かを食べたいですね。エビフライ、エビフライもいいな。でもな、なんか中華丼みたいな、プリプリのエビ。あ、でもチヂミもいいですね、プリプリのエビなら。チャーハンとか、ピラフか、ピラフのエビいいな、いいな、いいな。陣内さん、お菓子。コナンさん、カップアイス。山猫坊主さん、コウモリ。コウさん、お菓子。中田田さん、カップアイスありがとう。わ、エビプリ、エビプリオ、あれやん、マックのやつや。うわー、コブサラダエビいた、多分、確かいた気がする。ゆで卵はいた、あとミニトマトが半分あった。エビチリいいね。エビフライ、エビフライは衣サクサクがいい。
衣サクサクエビプリプリがいいです。ガーリックシュリンプ、もうガーリックは間違いないんだな。わあ、さっきお昼ご飯食べたのよ、3時ぐらいだからさ、夜どうしよう。夜ご飯、尻尾残す派です。エビフライ美味しい。尻尾サクサクしてる。エビフライ残すよ。食べるの？私のおすすめのエビ料理はハトシロールですね。そう、3時ぐらい、あの新幹線で帰ってきたから今日昼過ぎに着いて、家帰ってきて二ほどきしてってしたら昼ご飯が遅くなっちゃったんですよ。今日はね、広島何時に着いたっけな、2時ぐらいかな。カキフライ、カキフライだね、この時期は。カキちゃんぽんも食べたいな。もう帰ってきてね、アイス食べたよ。ジャイアントコーンの黄色食べました。天下一品でおすすめのお昼中、え、もう夜ご飯の時間じゃないん？どちらかと言ったら超遅めやね。今日はお昼、朝ごはんはたらこのおにぎり食べて、あと梨、あのローソンのさ、カップのフルーツで梨があるんですよ。で、梨ってもう最近スーパーにも並んでないなかったりするからラッキーと思って梨も食べて、お昼はカツオのたたきとあと煮物食べました、スーパーで買って。レンコン、かぼちゃ、高野豆腐、こんにゃく、厚揚げ。おでん食べたかったけどなかったから煮物にした。ほぼ一緒。ガモーさん、レインボースターありがとう。ブンさん、カップアイスありがとう。カツオのたたきはブロックで食べました。丸かじりです。こんにちは。丸かじりカツオのたたきしたよ今日。今日クマがね、目の下に座ってるから。わあ。SK さんとこ行ってないな。だってお話できる方いないかなと思って行かなかった。丸かじり。どんぐり不足でクマが出やすい。え、そうなの？じゃあパセリもどんぐりいっぱい持ってたらいいかな。どう思う？シナノソラハの配信が始まった。あれ、私はソラハさんが帰ってくるのを待ってたはずなんだ。そろそろ帰ってくるかなと思って30分配信しようと思ったら配信が始まっちゃった。じゃあ私も配信延長するよ。もう一緒にスーパー行こうって言ったから待ってたのに、なんやねん、なんやねん。セブンさん、コウモリありがとう。じゃあ、何時までしようかな。ちびまる子ちゃん見るか今日みんなで。え、待って5時やん、まだ。え、待って5時じゃん。5時じゃないですか。早っ。今5時半かと思ったら4時半だった。5時半だったらちびまる子ちゃん見れると思ったのに。じゃあソラさんが終わるまでしよう。しよう。
寝落ち防止だったのに。確かにどうしよう、24時まで配信しますとか言ったらどうしよう。さすがにできないや、そりゃ。そう、スルハさんは宮島イベント帰り、私は新幹線帰り。じゃあ暗くなったら終わる？何時までするんだろう。連絡してみる？確かにお互いが終わるまでって言ったらもうやばいね。一生しちゃわなきゃ。可愛い髪型を見てほしくての配信だそうです。なんだそれ、なんだそれ、なんだそれ。可愛いな、可愛い髪型を見たく、見てほしくて配信したんですか。はぁ、はぁ、なんやそれ。スケモンさん、バルありがとう。なんやで、可愛い髪型、どんな髪型なんだろう。今日パセリはじゃあ、あの小さい頃から寝不足じゃないのに一生付き添っている、付きまとってくるこのクマを見てほしくて配信しました。全然可愛くない。はぁ、アルさん、レインボースターありがとう。巻き巻きにしてるの？おめかししてるの？おさまるさん、カップアイスありがとう。あきもさん、カップアイスありがとう。なに？なんだと？リオツもしてんの？今リオツの昨日の服がめっちゃ可愛かったんですよ。ここがちょっと開いてた、胸元が可愛かった。でも私赤保護だからあーって目が合った瞬間にあーって言っちゃった。絶対におせっかいだ、おせっかいおばばだったわ。私が縫い合わせたろうかな。今度裁縫道具持ってくね。レネさん、ハート。ミキヤくん、バラありがとう。よさなこさん、レインボースターありがとう。やっほー。佐々木舞香さんに寄せた巻き髪、うわー好きよね、ずっと。でも私もさ、そういうの意識しちゃう。好きなアイドルの髪型、私はね、今やってみたい髪型はゆきりんさんのポニーテール、いいなって。昨日のやつかな、昨日の髪型、一昨日かな、がめっちゃいいなと思って、やってみたいなと思ってます。アップリケ、アップリケ懐かしい。アップリケ、アップリケ、あれ行かなきゃ、あの裁縫道具屋さんみたいな、布屋さんみたいなとこ行かなきゃ。アプリ勉強しなきゃなのに昼寝してた。あら、昼寝してる間も時間は流れてもう夕方よ。こういう時悔しくなるよね。なんか損した気持ちになる。誰も責めてないのに責められた気持ちになる。起きた時、ああやっちまったぜ。あ、そう、手芸屋さん、それそれだ、手芸屋さんだ、言いたかったの。こんにちは、ふん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 。今日はパセリのことしか考えてません。もっといろいろ考えてよ、環境問題とか経済についてもっともっといろいろ考えてよ。湯沢屋、なんか湯沢屋って聞いたことある。どこにあるやつ？広島？
心の困りごと相談室さん、ハートありがとう。晩ご飯できたので食べてきます。早い。今日のメニューは何なんですか。また教えてね。いってらっしゃい。お腹いっぱい食べるんだよ。パセリはまだ配信してるかな、その頃に。こんにちは。次のお話し会用の服買いました。早っ。早ない？もう買ったの？昨日終わったばっかりやけど。早っ。私より早いよ。早もうなんか季節感がさ、毎年毎年わからなすぎて難しい服選び。もう二十何年もさあやってんのに、人間難しいんだよね。どうしたもんかね。私今ゾンビのやつ8位らしい。なんかリネタンが宇都宮のリネさんがゾンビの女王になりたいらしくて、なんかね目指してるそうです。だからちょっと楽しみ。なんか棺桶もらえるらしいんですよ、優勝したら。だから棺桶が欲しいらしい何使うんやろうと思ったらさ、昨日かなんかの投稿で棺桶に入りますみたいなの書いてて、ああ入りたいんだって思ってびっくりした。飾りたいとかな感じかなと思ったら入りたいらしくて、やばない？アイスは今回ないんだよね、10月は。残念。アイスだったら私もね、缶桶いっぱいのアイスとかならちょっと狙ったけど。そう、リネが狙ってるらしい。ついにリコちゃんの座を奪うメンバーが現れたでもゾンビでガチるの面白い。そう、今日はなんか朝昼夜配信するって言ってました。早起きだねって言ったら、なんかね朝起きたらもう LINE が返ってきてて、え珍しいと思ったんですよ。なんかリネの私生活そんなに知らないけど、そんな朝6時とか5時とかに返信来るイメージなかったから、珍しいねって言ったら、もう朝配信終わったよって来てて、今日は3回するって言ってました、ね、ちょっと優勝してみてほしい、リネタ気になる棺桶の使い方が。こんにちは。そう、ガチよガチね、やっぱ STU ショールームいっぱいしてるから、 STU なんかそういうランキングとかも結構上位埋め尽くしてるよね。あ、ユミリンさんも目指してるのやばいね。そっか、そうだよね。だってもう最後だもんね、イベント11月までとしたら。そっか。ブンさん、カンオケありがとう。流星さん、コウモリありがとう。今日の武道館新衣装、え新衣装、この前さ誰かツイートしてませんでした、新衣装のフィッティングみたいな。ずんちゃんさんかな、ずんちゃんさんか誰か載せてたやつかな。すごっ、どんなやつなんだろう、気になる。おしゃれカンパニーさん、ユミリンさんも棺桶欲しいんかな。でもユミリンさん棺桶リネタにさ譲ったらもういいじゃない。ダメ、それじゃ、それじゃリネは満足しない。ダメですか、1位になりたいか。いいね。こんにちは。
早く見たいな。どんな衣装なんだろう。今日のライブが終わったらきっといっぱい上がってくるかな。昨日とかは、昨日とか一昨日とかはなんかいっぱい AKB さん投稿がおすすめ流れてきて、マジスカとかさ、ね、ナチュさんの投稿がいっぱい流れてきた。だるま、なんかね、あのね、めっちゃエモエモな、うわーって、今日帰りの新幹線でさ、自分のいいね欄を見返してたら、なんかね、あのマジスカの、マジスカの当時の前田敦子さんとだるまのツーショットの写真がね載せてあってさ、いや、そのね、なんかね、写真もその画像とかじゃなくて現像してある写真を撮ってる写真みたいな感じで、それがまたなんか平成感があって、うわーって、うわーって、懐かしいってなった。私の青春やーってなりました。なんか私のイメージ、マジスカは今のこんぐらいの夕日の感じのイメージ、勝手なイメージね。ゆいゆいさんだったね、あつこ、マジスカタンタンみたいな始まるとき、あの音聞いたらマジスカだってなる、あの注意みたいなやつ。パセリは学ランとブラックが好きだよ。でもアキちゃんも好きです。アキちゃんチームホルモン好きだよ。推しメンですね、やっぱ。こんにちは。手羽先、え、あれどこに入ってんの、手羽先って。ベタベタしないのかな、どっから出してんだろう、体から分泌されんの、あれって。ここにずっと入ってるの。え、ユイリーさん似合ってた、めっちゃネズミ。画像でしか見てないけど、後ろ姿とか、あの階段の感じとか、めっちゃネズミだった。手羽先いいよね。マジスカ STU もやりたいよ、マジスカ学園お願いします、お願いします。高崎彩子でチームホルモンでお願いします。でもな、私もレジ打ち早くやりたいからな。ピッピッピッって高速レジ打ちしたいからな、ブラックみたいに、ね。あー、ももちゃん、ももちゃんかひなさんがネズミな気がするな。どう思いますか皆さん。2期でやるなら絶対ももちゃんだけど、ひなさんもネズミっぽさある。どうかな、どうだろう。ちごさんとかあつこもありそうだし、どうだ。リコチとソラハさんは歌舞伎スターズで、歌舞伎スターズ、あ、三笑姉妹。確かにひなさん、ひなさんとリネタンとか、なんかああいう系統の服って感じするから、確かに。見てみたいな STU バージョン。ちょっと今度お話し会でさ、全員がマジスカのコスプレをする日みたいなの作ってもらったらダメですか。ダメ、大変か、いろいろ集めるの、材料とか。
高速レジやばい。私レジ打ちめっちゃ苦手なんですよね。よくさコンビニとかでセルフレジあるじゃないですか。私下手くそなんだよね。全然反応してくれないんだよね。困ってるよ結構。全然ダメ。あと昨日か一昨日か一昨日の夜にスーパー行って、あスーパーじゃないコンビニ行ってバナナ買ったんですよ。したらバナナがそのコンビニの商品じゃなくて、あのなんていうの、コンビニでもセブンイレブンで扱ってる商品とかじゃなくて、多分その店舗が仕入れてるバナナだったからバーコードが反応しなくてさ、店員を呼んでくださいみたいな画面が出て、店員さんが来てくださって、もう申し訳なかった。せっかくセルフレジ行ったけどさ、結局二の手間で普通にレジの方に案内してもらってやってもらっちゃったから申し訳なかった。バナナ。あとさ今日帰ってきたら冷蔵庫の中でバナナが傷んできてて、2本一気に食べることになった。うわー、せっかく安く買ったのに、木曜日になのにもう傷み始めててさ、結局一緒に食べたから安く買った意味がなかったです。やっちまったぜ。流星さん、コウモリありがとう。難しい、バナナってすぐ傷んじゃう。みほりん、激辛っぽい。みほ、激辛っぽいとかもう激辛、ガチの激辛じゃん。カジノ本店さん、レインボースターありがとう。バナナ、そう、冷凍のバナナがねあんまり嫌だなと思ったから持っていこうと思ったんですよ、幕張に。忘れてて、で昨日一昨日の新幹線乗った時にやばいバナナ忘れたと思って、気づいて帰ってきたらやっぱ案の定痛み始めてたからまとめて食べちゃった。セブンセルフレジだったよ昨日。え、昨日、おとといの夜行ったとこセルフだった。激辛。なんかアイスのキャラクターいないの？マジっすか。豊中のヒーローさん、レインボースター、風の入さん、コウモリ、ありがとう。スムージー。スムージーで思い出したんですけど、あのさ野菜をみじん切りできるよって機械あるじゃん、チョッパーみたいな、ブンブンチョッパーみたいなやつあるじゃん、あれって洗うのめんどくさいですか？いいなと思うよ、便利だしめっちゃ魅力的やなと思うけど、あれって洗うのどうですか？自分で切る労力とそのブンブンチョッパーで楽をした後に洗う労力、どっちが大変？買うか迷ってるんだよね、ずっと。紐引っ張ってこうやって切るやつ、難しいよね洗うのも。だって歯だもんね。しかもパセリそういうのでさすぐ指切っちゃったりするから危険かな。いや分かる、100円のね袋で切ったあるやつ便利だよね。あとあれも欲しい、でっかいキャベツのピーラーみたいなやつ。一時期さテレビでめっちゃやってたから欲しいなと思ったけど買わずに時が過ぎてった。そう、毛が怖いです、すぐそういうの柔らかいしちゃうから。こんにちは、晩ご飯から帰ってきました。早くない？え、10分ぐらいで終わったじゃん、早っ。ちょっとシナのソルハさんまだ配信してますか？まだしてんのか。充電してくださいって言われた。つ
ついに、いつも 4% で頑張ってたのに。充電器を取りに行かないといけないじゃん、向こうに。まだしてる。じゃあ、パスはもうちょっとしようかな。5時に終わりそうになるな。じゃあちょっと5時半まで粘ってみようかな。持ってくる充電器ちょいと行ってまいります。ではせーの、電気つけよう。せーの、ピッ。あれ、つかなかった。電気をつけましたよ。あ、眩しい眩しい。やばい、今さ壁に追い詰められた犯人の気持ち。眩しい眩しい、はい、こんにちは。もうこんばんはになっちゃう。まだ大丈夫。充電器を持ってまいりました。じゃじゃーん、照明今日はね、あ、消えちゃった。今日はね、ゆきりんさんのスタイルブックをずっと読んでたんだ。ゆきりんさんのスタイルブック読んでて、メイクの研究してました。飾らなきゃ。持ってたんですよ、私、幕張に。幕張にゆきりんさん持ってってたからさ、ちょっと飾らなきゃ。あー、持ってきます。よいしょ。じゃじゃーん。私の家の、私の家に住んでるゆきりんさんです。え、ソラハさんそろそろ終わるらしい。え、そうなの。じゃあバセでも終わるね。じゃあまた夜するね、配信。こんにちは。これをずっと今日は読んでました。でもまだね、暗記できるレベルではないので、もうちょっといっぱい読み込んだらまた感想も話したいと思います。飾っとこ。同じ化粧品、同じ化粧品あったかな。コンシーラーは1個あった気がするんですけど、あとは全然違いました。全然コンシーラーかぶった気がする、確か。いや、かぶってなかった。あ、かぶってた。うん、コンシーラーだけ。あと今は使ってないけど、パセリも一応持ってるシェーディングのペンみたいなやつはかぶってた。あと下地がね、ゆきりんさんの使ってる下地が気になってるやつだったから、ちょっと検討ですね。検討しなきゃいけません。え、これおすすめだよ、この本棚みたいなやつ。いっぱい飾れる。こんな飾ってる。これペンケース、ペンケースも入る幅です。おじゃまじょどれみです。いっぱい入ります。う、こう裏もうちはいっぱいあるし。あらららら、ここも何冊も入ってる。ほら、いろいろ入ってる。おすすめです。これはニトリで買いました。おすすめでございます。そう、推しメンゾーンです。ここはかわいいでしょ。林藤雄さん、コウモリありがとう。テイクストックさん、カッパイスありがとう。
あら、終わったの？じゃあ私もそろそろ終わります。予定より20分ぐらい延長してしまった、すいません皆さん。ではではでは皆さん、そろそろお別れの時間です。ありがとうございました。壇上を読みたいと思います。ピッ。13位流星さん、12位クワドリさん、11位コウジさん、10位ミツさん、9位陣内さん、8位ガモーさん、7位カジノフォンテンさん、6位カメさん、5位ブンさん、4位カズノリさん、3位スプマンテさん、2位ユウちゃん、1位ソナコさん、ありがとうございます。ありがとう。それじゃあ皆さん、良い日曜日ライフを。バイバーイ。アイス買ってくる。